日本のテレビの、日本のアニメの作り方ってもう本当に頭にがっつり設定を固めてしまってからやっと作業に入るんですけど、中国の制作って後から面白いアイデアがあってきたら、適宜変えていこうとするスタイルなんですね。で日本は多分そこでできないんですけど、今回はちょっと比較中国の考えもリスペクトしてて、何か面白いことができるならということで、ちょっとそれ取り入れてました。中国他们当初为什么会想要来找团队来做这样的创作？今回の作品のもともとの、李監督 の思いとしては、自身が住んでた石鼓門、周空面がを、フィルムに残したいっていう意図から始まっているので、何ですかね、そこに加えて新海監督のスタッフと一緒に何かを作りたいという意図が合致した時に、やっと合致した上でこの作品が生まれたんだと思います。それぞれリー・ハオリン監督、イ・シャオシン監督っていうのはそれぞれの何というか自書伝のような形で、作品を作ろうとしてたので、その分はもうか台本に 100% の思いを込めてやってるので、そこに対しては僕らが何も、言うことは、ありませんでした。ただ、作品は、制作はあくまで日本で日本のスタッフであろうということは最初から取り決めていたので、ちょっとご覧いただいたように確かに日本のテイストが強く出てたかなとは思います。多分他の人の作品というか誰かと組んでやるっていうのは自分の作品作りたがる人なので、何かこう本当にもう魅力的な原作があってとかっていうことでもない限りは多分誰かと組むってことは多分ないのかなと思ってます。